着快速。京成本線を走る快速は日中に2種類あり、京成上野から京成桜の京成本線内のみ走る快速と、三島込から成田空港を走る都営浅草線に直通する系統があります。今回は京成本線のみ走る快速の解説です。都営浅草線から直通する快速もあるため、意外と京成上野を発着する優等列車は少ないです。この快速は40分に1本だけ運転されます。快速は普通の次2階の種別で停車駅は多めですが、この快速は後続に抜かれることなく終点まで先着です。快速の特徴として、京成津田沼から京成桜は各駅に停まること、京成津田沼にてこの駅が終点の普通と乗り換えできるため、京成津田沼以東の各駅停車の役割も担います。
から京成津田沼にて快速までが止まる駅は千住大橋、京成小岩、東中山、船橋競馬場があります。この4駅、共通点として2面4線回避が可能な駅です。日中パターンダイヤだと京成小岩の上り、船橋競馬場の上下で対比がないのですが、他の時間帯では待ち合わせや通過待ちがあるようです。快速停車駅に対比可能な駅が多く、普通列車との接続は便利な印象です。また快速は京成線特有の種別とも言えるもので、京成に合わせて都営と芝山で走るくらいで、京急や北総には存在しません。逆に京成に現在はない種別は急行ですが、昔は急行が走っておりました。その急行の停車駅を見ると快速と似たところがありまして、現在の快速よりももう少しこまめに停車駅が設定されておりました。現在の快速の停車駅に加えて、町屋、堀切将軍園、河野台、市川ママ、八つが停車駅とされておりました。その急行が廃止されたのと現在の快速が設定されたのは2002年のダイヤ改正でした。